はい、イゾログです。今日が6月の16になっちゃいましたね。6月15かな、まあ、わかんないんだけどね。もう日付すらわからん。はぁ、まあ、ようやく正体が分かってきたり、ここら辺と思われる。で、あと最悪ここダメだったらもう止水線のところからジャンプかな。っていう感じです。で、あとはちょっとここら辺のね、不要な配管撤去しようかな。もうこのね、銅管なんだよね。これ多分くず鉄屋持ってったらなかなかいい値段になると思うから、ちょっとこれ解体して、まあ、解体っつってもあそこの根元から取ってやればいいやって感じです。で、あとね、これさ、塩ビなんだよ。塩ビなんだけど、こうやってよじってあるんだな。で、多分これ、こんだけグラグラしてるってことはさ、使われてねえんだよ。多分これ放棄されてるんだよ。放棄なのか、あ、でもこれがトイレか。トイレか。あ、トイレじゃないな。え、どえ、じゃあトイレのあそこはどっからどう来てんだべよ。怖いな。ちょっと怖いな。あ、あった。これ地面の下どうやって通ってきてるのかがわからねえ。まあ、なのでちょっとパイプを切りがてら行きますか。材料入りに行きますか。じゃあちょっと元栓開けて様子見てみよう。はい。え、漏れてねえ。漏れてないってどういうことですか。ここじゃないってことか。いや、でもメーターまだ動いてるんだよな。地道地をちょろちょろちょろって。だからどうなんだろうね。これどうしようか。じゃあもう水道屋に変かな。それかあとこう吸って立ち上げの水栓柱で、そこから架橋ポリかな、床の上で。だから水の動きとかあればいいんだけどな。それとも最後の悪あがきで、あと横こっちに掘り進んでみるか。はい、水漏れの原因分かりました。ファーク、マジだよ、くそ。はい、これ給湯器です。これ、はい、給湯器なんで、これは設置した水道屋に電話です。あ、これ同調水圧だよね。減圧弁なので、まあ一応ね、これちょろ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 水出てるでしょ。じゃあこれを閉めます。ほら止まった。いや、水道屋ファックだな。ちょっとこれ聞かないとダメだわ。はい、どうも、今日は6月15ですね。15の16どっちかな、わからないな。プンプン、はい、頑張ったな、自分頑張ったな。はい、
まあ、ここまで掘って水漏れてないわけっすよ。その動画の最初の方であれじゃん、水湧いてきたじゃない、ちゃんと、その理由についてお話しします。あと水が持ってた原因についてもちゃんとお話しします、はい。でまずこの物件が建っている場所は、そもそも水田です。畑ではなく水田でした。でこれ、どこだっけ、法務局行くとその土地の概要書みたいなのが出るんですよ。その土地が管理され始めたから戦後の、確かここ比較的新しくて昭和38年からの、記録しかないんですね。でその時はずっと田んぼで、昭和 44? いや昭和、今から40年前だから、まあ、昭和50年ぐらいかな。いや違うな、まだね、昭和40年ちょっきりぐらいかな。今ねこれ隣にですね製材所があるんだけれども、この製材所を立ち上げた人がいます。でその製材所を立ち上げた人っていうのがここの家の元々の売り主なんだけども、まあその人はもう死んじゃってるらしいんだけど、その人がまず製材所を作りました。その人が製材所を作った時に、この家を、家ではなく東屋っていうか事務所的なものだよね、製材所の、それで作って増設に増設重ねて今の小屋から家になったっぽいです。でその時に隣の製材所はこのコンクリートで下打ったけれども、こっちは当時の田んぼの土地の高さのまんまだからめちゃくちゃ低いというわけで、どうしてもここの家の地下っていうのは粘土質なんですよ、もともと水田なわけで。だから水って実は出てきます、出てくるんです。浸透圧かかったら地中に蓄えられてる水分がびちゃっと出てくるから、もうどうもこもないんですね。だから地震とか隣の振動で使い石とかが沈んでっちゃうし、もちろん、まあ、今はもうなくなったけれども、入ってきたね基礎に、家の基礎に根っこがあって、そこで、家の基礎に、ね、草の根が根っこに、根っこが穴開けて、そこから雨水が入ってきてしまうということで、また浸透圧をかけたら水が出やすいところにまた水が定期的に排出することで、まあ水がはけないところで余計水がはけないというような状態です。だから おそらくその地中の水分はこれはもう乾くことないんで、まあこれは砂利でもぶち込んでおこうかなっていう感じです、はい。でそしてはい、まあ次が原因ですね、はい、原因です。この給油ボイラーですね、能率の給油ボイラーの取扱説明書かな、それどこ行ったかなって、今それ工事説明書にあったはずなんだが、ちょっとね今探してます。今これ出てないですよね。でまあ一旦これ閉めるよね。でここの止水栓2つあるんだけど、これが水抜きなわけよね。水抜きの不当水抜き栓なんで、これを閉めてある状態なんで、これ開けるよ、はい、開けたよね。でまだこれまだ出てこないよね。でじゃあ通水させてみると、どうなるか。ほう、今ねちょっとトイレの水がですね、タンクなんかうまく入ってなくて溢れていたということで、ファックということがですね。
再び起こってるわけですね。はあ、何やってんだかな。たくよ。はい。で、まあ一応タンクのトイレ止まったよね。で、タンクのトイレ止まったんだが、でそれでまあ一応、水道の蛇口が、閉まってると、自動的にあの水道の圧かかってくるじゃん。で、そうすると多分ね、こうやってね、ずっとこうやって出てるんよ、ほら。で、この電圧のホースを、こうやってまあ、つないであげると、雑なつなぎ方しようって、おい。ちょっと雑につなぎやがったな、マジ。いや、それでここは濡れてたんだね。それで、いつもあそこちょろちょろ音がしてたってことだね。ほら、これ全部ちょろちょろって出るっしょ。で、この、不透水栓止めます。ほら、止まるでしょ。ほら。なので、原因はですね、まあ原因はこれなんだけど、多分これ減圧でしょ？減圧弁と安全弁の逆、まあ、逆子弁内臓型だから、多分これ仕様なんじゃないかなと思うよね。だから今、ね、ずっと1ヶ月半悩まされていたけれども、原因は、こやつでした。能率。で、これ多分仕様の問題だから、ちょっと電話してまた確認してみます。いや、長かった。長かったわ。まあ、あとね、ほら、ちょっとここからも溢れるんよな。だから、あとちょっと1万2000円ぐらいしちゃうけど、あのこれのね中身もちょっと取り替えようかなって思います。まあこれで27万払わなくて済むと思ったらもう全然あの安いもんだよね。ね、で問題はさ、ここ漏れてなかったんだよ。マジで漏れてなかったんよ。要は下が水田でさ、粘土質でずっとね水を蓄えていたっていうのがあって、だから水を含みやすい土地というか土の質だからさ、粘土だから。まあここはここで仕方がなかったというわけで、何さしとんじゃい水道屋てめえ、マジで呼んでちょっとお仕置きだな。はい、まあ今回はもう一日中切れてましたね。水道関連で結構振り回された感じです。で結局あのここあれやってくれた水道屋さんが言ったことってね、全部外れたんよな。それが頭にくる。ポッと来てさ、ポッと、ね、ここの物件のこと何もわかんないのにね、これはこうだよとか分かったような口聞かれたのが一番頭に来ましたね、本当に。で、まあ何が頭に来たかっていうと、もう、とどめにね、緊急性が高いと判断しない限りは駆けつけないっていうことを言われたのがね、一番腹立ったよね。別に自分がした仕事なんだからさ、来いよって。で、なんか事細かくにね、なんかね、罰の悪い時だけなんか電話だけしてヒアリングするんだよね。まあそれが来ないけど電話ではなんか聞くよみたいな、そんな感じになってましたね。だからまあ本当にあれだよね。緊急性が高い、その飲み放題の、なんだろう、飲み放題プランのなんかファーストドリンクだけは早く来るけど、それ以外ざるみたいな感じだよね。まあいい勉強になりましたよね。こういう業者にね、50万を払ったっていうのは今年の春の痛いところですね。まあ何はともあれ、プレオープンしてるんで、内覧とかの問い合わせ待ってます。